名前が湊信之と申します。漁港に行ってきまして、あの水揚げしてきたもの、この後セリっていうあの入札にかけられるんですけども、はい、でその生のイワシを買って煮干しにするんですね。今のあのイワシをあのセイロって言うんですけれども、はい、こちらにあの薄べったく並べまして、はい、でこれを、そちら の, あの湯気の出てる方釜ですね、はい、こちらにあの入れて炊いていきます。これでグツグツ煮るんですけれども、はい、まあ、この後に、煮たものを干すという、はいはい、工程が、はい、あるんですが、これですね、これあの天日で干してるところですね、はい、贅沢にいっぱいかけていただいた方がね美味しいんで、はい、まあ、あの九十九里来た際はねぜひ